先週土曜、長崎市で住宅一棟が全焼し、焼け跡から一人の遺体が見つかった火事で、遺体の身元はこの家で一人暮らしの袖山照夫さん67歳と判明しました。火災は25日の午前8時50分ごろ、長崎市戸町4丁目の無職袖山照夫さんが一人で暮らす木造2階建ての住宅一棟が全焼し、焼け跡から身元不明の一人の遺体が見つかったものです。身元は袖山さんと判明しました。大浦署は引き続き出火原因を調べています。